今一番興味のあること。これが一番ですね。これが一番な。今は。その書いてる心象風景が子供の頃っていうことは過去やんか、はい、そうですね。いろんなものを想像して楽しむっていう感覚が大人になるにつれてどんどんみんななくしていくものかなと思ってて、それが結構悲しいかなって。過去自分がこういろんなことに対していろんなものを見て感動して空想してっていう、うん、その感情の広げ方を振り返ってみてるみたいな感じで、だから過去を書いてるけど全然過去だけじゃない気がしますね。後ろ向きじゃない、後ろ向きじゃないです全然。なるほどね。出してみてどうでした？いや、めっちゃ良かったです。めっちゃ良かった。出して良かったです、本当に。何が良かったですか？なんかやっぱり、こう、古典とかやっても、見に来てくれないようなお客さんの層とか、もうほんまに自分が知らない人、いろんな人に見てもらえるっていうのがまず大事で、あとはああいういろんなギャラリーが集まったアートフェアに参加するっていう経験がなかったんで、すごく勉強になりました。うん、そう、それが面白いですよね。この出すだけで終わらないっていうところはあると思います。ね、なんか必ずその次になんかこう、自分なりに行けるステップを見つけられるような気がしますね。この背景になる色の部分から描いていくんですけど、色の使い方とか、そのちょっとこうブツブツのモチーフが見えるところとか、なんだろう、こだわって描いてはいる部分ではあります。それブツブツは何使ってるんですか？これはガラスビーズっていうビーズ状のガラスです。それは筆で塗るの？でっかいハケみたいなので、まあ、下地を作ってる時に、背景作ってる時に自分の考えとか作品的にならないようにしてます。大体無作為、無作為の状態でやりたい、できれば抽象画の上に具象を描いてるわけですね。そうですね。京都に住んで、京都に住んで一人暮らし、はい。で、アトリエはその家で描いてる。はい、自宅兼アトリエです。多分誰かと一緒に住んだら描けないんですよ、私。なんで？気が散るから。ああ、一人がいいね。一人がいいです。一人が好きな。一人が好きですね、描くときは。描くときはね、はい。描いてないときは、描いてないときは一人は嫌です。その描くときは音楽かけたりとか、そういうのしないんです。静かなとこで。静かな、テレビの音も嫌なんです。無音、瞑想みたいなね。そうですね。なんかこう絵描いてる時ってこう自分が今いる現実世界とちょっと離れて、自分の内面やったり空想の世界にこう浸れる時間みたいなところがあるんで、瞑想って言われたらその言葉はちょっとしっくりくるかもしれない。そうなんですよ。そうな、難しいですね。そんなカメラないとこでまた話しようか。カメラないとこやったらなんぼでも使います。